はい、黄金世代のことでございます。今日なんですけど朝のトーク撮っていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、今日なんですけど、夜の10時から YouTube ライブの方で第2回連盟対抗ツイッター杯の抽選会やりますので、お時間ありましたらぜひ遊びに来てください。いやー、今回も素晴らしい連盟さんがたくさん揃いまして、どうなるか、楽しみですね。はい、まあ夜の10時、まあそうですね、夜の10時から、今日はフライングなしで10時からかな、で10時から抽選会終わった後に、せっかく土曜日で久しぶりにこう交流戦も、ずっと今入れてないので、ゴールデンコンビとフレマ仕様をやりたいなと思ってます。はい、ゴールデンコンビだけではないかも、可能かもしれない可能性もありますけども、はい、久しぶりにね、ご覧になっていただいている皆様とフレマをしたいなと思っております。はい、ぜひね、面白いデッキで来てください。で、レギュレーションに関してはもう随時コメントいただければそれに合わせて、出場していきますので、必ずしもね無制限でなくても大丈夫ですので、やりたいレギュレーションや使ってみたいデッキとかありましたらぜひよろしくお願いします。はい、こういう時にね、まあ、ガチガチの試合やりたい人もいると思うんですけど、面白デッキで、ね、出たい人もいるかなと思いますので、フレキシブルに受け付けていきます。はい、で、今日は結構動画を投稿していこうかなと思うんですけど、昨日からいろいろトーマさんの数値チェックやって、カゴタスのも、お知らせの読み上げとかいろいろやってもらって、ちょっとドタバタしててね、なかなか自分の方では、収録できなかったんですけども、今日は、カルツ、オワイランのチェックしました。オワイランはね、力海外とか力の海外属性のキャラクター欲しい人は結構いいかもしれないですね。まあ、3発目くらいからになると若干辛くなってきますけど、1発目2発目の必殺技出すくらいだったら全然対外のキャラクターは止まるんじゃないかなと。まあもちろん、ちゃんとそのオワイランの S のいい方のね技積んでるっていう前提になってきますけども、その辺がしっかりしてれば強いんじゃないかなと思います。カルツに関してはやっぱりね、バイタルの時のタックルとか非常にまあまあドリブル止まんねえだろうなっていう、ドリブル止めれるだろうなっていう感じあるんですけど、非バイタル時とやっぱパスカットですね。パスカットアーティスティックカット入れてもちょっとな、ちょっとどうなんだろうなっていう感じがしてます。はい、なのでまあ有利属性、まあ技だったらね、もしかしたら技じゃないや、速だったら止まるかもしれないですけど、技だったら、ごめんなさい、速だったら止まる、速だったら止まっちゃうかもしれないな、アーティスティックカットで。まあでも非バイタルのところだったら大丈夫かな。まあでもリバウルの初段とかで非バイタルの場所だったら抜けちゃうかもしれないですね。まあただ力なるとちょっと厳しくなってくるかな。力のキャラクターはで今ランクマとかでスタメン張ってるようなキャラクター、特に美咲くんのトリコロールコンビネーションとかもう止まらないですね、間違いなく。もしかしたら執念のパスとかも止まらないかもしれないな、でもタックルは優秀、バイタルの 25% も優秀。まあちょっとこの辺はもうちょっと研究してみてなんですけど、まあリカバーもついてますし、まああとはスタミナ消費量が 20% っていうのも魅力なのかもしれないですね。はい、で、なんといってもやっぱ今回、早めにね来てくれたラドゥンガさん、ラドゥンガ強えな。動画の先のネタバレになっちゃいますけど、美咲くんのドリブル抜けねえ、ドリブルタックルで東証タックル抜けないんだよね初段で。動画外でもねちょっとやったんですけど止まっちゃうんで、即で日野くんの勝負もやってみたんですけど、ちょっとここはね動画の方楽しみにしていただければなと思うんですが、日野くんとラドゥンガだったら、ね、日野くん言うてドリブルね強いですから、日野くんで抜ければまあ安泰なのかなと思うんですけど、今力海外でいくとセンターバックジェンティーレ、ラドゥンガ、サイドにジミューソン、イダルゴ、今回のオワイラン、もしくは、スネークマークのフォンセカ、この辺で4バック構成されると、まあ、今言ったキャラクターですね、
今言ったようなキャラクターで4バック構成されるとだいぶディフェンスライン崩すのは難しいんじゃないかなと。もうマッチングは完全にじゃんけんですし、キャラクターによってはもうゴリ押しで止められてしまう可能性もあるものが多いので、ちょっとね、周年前でこう力系のキャラクターが生き生きしてくるような編成ではないかなと思います。で、力で思い出したんですけど、ここね、ここドリコレ、また去年もなんかあれだったよねみたいな、ヒューガ君この前後の時期にヒューガ君来たよねドリコレでみたいな、これ結構去年のドリコレのヒューガ君欲しくて追った人結構いたかと思うんですよ。でクラブだし、で実際強かったしね、そのホットライン使った時とかは。ただまた二の舞みたいな、去年のヒューガ君に逆にいい洗剤つけてあげればよかったんじゃないのと思う人どうでしょう。またヒューガ君出したし、またしかもこのユニフォーム着てるヒューガ君ってそんなにね、多く描かれてないですからね。まあ、技の方はピエモンテの技の方はあれですよね、ユースの扱いになってて、まあ、ヒューガ君が、入団する前なのかな、まあ、ちょっと修行しに来たよみたいな感じですよね。で今回は多分おそらくプロの方だと思うんですけど、レッジアナ・ヒューガーが、自分はレッジアナ・ヒューガーじゃないのかな、じゃあ代表ヒューガーなのかな、自分はもう超フェスはシュナイダー・ヒューガーって勝手に決めつけてるんですけど、だってもう超フェスでヒューがシュナイダー以外なくないですか。もうサンターナ出た、ナットレーザー出た、翼出た、ミサキ出た、いやキーパーかな、まあ、超フェスって、まあ、6月の月末の予想を今からしてますけど、超フェス三浦、まあ、そこは納得できる可能性あると思うんですけど、超フェス三浦とかだったら、ね、欲しい人多いかなと思うんですけど、はい、キープね、強いキーパーね、欲しい人多いかなと思うんですが、ヒューガ君の、3周目があるんじゃないかなと思うんですけど、そしてヒューガ君今ね絶賛洗剤規定活躍中、自分も大活躍してくれて、ああ久しぶりにいい洗剤だったなと思いましたけど、その中でヒューガ君かみたいな、これしかも力ですよね。だって技のクラブのキャラクターいて、即でね、フェス洗剤したばっかりなので、ここで力だと意外とこう力の日本でこうはめてくのが結構難しいですよね、多分今日本のデッキやってる方だと。力3人以上とかでもクラブなのかな、でも最近絆を2つに分ける可能性があるので、クラブと力とかになるのかな。そうするとナトレーザとか持ってないと厳しくなってくるような、構成かもしれないですね。あとは、なんだっけ、最近出たね、マドリドブランコのキャラクターとか、ああいうのとか持ってない、まあエジミューソンでもいけるのかな、どうだろう。最近ね、緩いは緩いんですけど、まあ、見てからですね、あと捨てみてどうしようかなと。はい、まあ、できればスルーしたいかな。だってもう4月の中でしょ、あと1ヶ月半したらデッキ総入れ替えさせられる可能性もあるんだよね。この辺一回運営さんに聞いてみたいな、どうなんなのかなというところで、はい、ね、周年ね、今ねガチャ安心してしていいのかどうかっていうところ教えてほしいなとちょっと最近思います。はい、ディスコードとかでもね質問飛んでるとは思うんですけどね、あんまり一回軽く言及しましたけどね、ちょっと話をそらされた感じだったので、まあ、本格的に、まあ、5月とか入れば、ね、5月のゴールデンウィーク明けとか2週間前くらいになれば、ね、周年の展望ってみたいな形でお話をいただけるような気もするんですけど、まあ、実際どうなのかなというところで、はい、まあ、見ていきたいなというところですね。さあ、今週はメダル集めがメインなので、比較的こうメダル集めしながらゆっくり過ごせる時期ではないかなと思うんですけども、まあ、ここに来てランクマもね意外とそのデバフも多いんですけど、旧デッキで、まあ、ヒューガ君や日野君がねデバフ耐性非常に高いっていうのがあるのかもしれないですけど、結構やっぱヒューガ君、日野君の2トップとかに、お会いする機会の方が多いかな。まあ実際自分もヒューガ君、そう、あ、自分はね今あれなんですよ、日野君なんかここに来て、本来はこういう感じ、あ、これは、あ、見せちゃったもういいや見せてしまった
見せてしまったけど、あ、これは見せて大丈夫？あ、大丈夫か、大丈夫なのか。これ即海外できるのね、見せちゃった、見せちゃったよ。あ、もう開いちゃったからいいわ。はい、あのツイッター杯で S30 で出る時のデッキを作ってたんですけど、あ、違った、違う、え、合ってる、あ、違う、あ、よかった、これあれだ、あれだったあれだ、あれだったばっかり、イースター杯のデッキだった、イースター杯これやりました、はい、イースター杯終わったんでね、はい、シュシュッと、あ、いや一瞬つったけどシュシュなんで、はい、一時停止すれば、まあただ自分で当たるか自分がどこで出るかはねまだわからないですから、一応 S30 バージョン作りました。で、何を説明したかったんだっけ、忘れちゃったよ忘れちゃったな、何だったっけな、何で話をしようとしたんだっけなすげえど忘れした、な、え、何の話をしようとしてた、ヒューガ君、あ、そうそう、さ、あ、そう、ランクマね、ランクマはね最近あのヒューガ君使うの楽しいんで、とりあえず勝っても負けてもいいから今これでやってますね。日野君がサブになっちゃってるんですけど、本当はロベルト外してこうの方がいいのかなと思うんですけど、やっぱりあの若林が心配なのと、日本フィジカルを使ってるんで日野君が乗らないから、だったら美咲と、ヒューガ君で頑張ろうみたいな感じでやっております。はい、まあ、そこでね、ちょっと最近自分のあのランクマのデッキですね。はい、多分あのガチでやろうとしたら日野くんとか入ってくると思うんですけど、今ランクマンこんな感じで遊んでます。はい、さあ、そんなわけで今日は、いろいろあの検証動画上がっていくかなと思うので、お時間あったらぜひ拝見してみていただ、見ていただけると、非常に嬉しいです。さあ、そして、夜10時から YouTube ライブやりますので、お時間ありましたらぜひ遊びに来てください。というわけで、いつもご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録、まだの方もでもね、だいぶ本当にチャンネル登録皆さんしていただいているので、本当にありがとうございます。そんな感じですかね。はい、そんな感じで、いつもご視聴ありがとうございます。皆様良い週末を。そして今変異株で感染拡大してますので、ぜひ皆様コロナにお気をつけください。それではまた。